ました。ダン。シー。はい、ということでおはようございます。おはようございます。改めまして、無事クラウドファンディング大成功です。ありがとうございます。これ本当に皆さんのおかげでございます。本当に応援してくださった方、そして支援してくださった方、みんな本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということでようやく、僕らがね、ちょっとこう1年半ぐらいかけてこの生活をしてきたんですけれども、アップデートされるということで、今回クラウドファンディング大成功して皆さんのおかげでトラックの荷台にお家ができるっていうことになってきました。はい、ここからはね、また改めて僕らの力量になっていきますから、はい、またそこもね、動画にしていきますので、活動報告お待ちください。ありがとうございます。楽しみにしててください、はい、それに先立ちまして、ちょっとまた新たにいろいろここまで培ってきた時間はもちろんあるんですけれども、クラウドファンディング成功してさらに最終確認といいますか、最終チェックといいますか、車についてちょっとさらに学びに行きたいなって思うんですよ。こんなにオタクなのに足りん、まだオタク度を増していくつもりなのか。上には上がおる、まあ、でしょうね、うん、そりゃそうでしょう、じゃ今日はオタク動画じゃない。んなことないんじゃない、まあ普通にフラット見てて面白いんじゃない。だって、うわ何これ、うわ何これが多いよ。女の子楽しい、楽しい絶対と、まあ、いうことで今回、東京オートサロン2023に遊びに行きたいと思います。ご存知の方は多いんじゃないでしょうか。車乗ってる方、車好きの方はもうこれはもうカーニバルですよね。もうほんと年に一度の大祭だよね。大祭ですね。ここぞとばかりに腕を鳴らす車好きの方々がたくさんいらっしゃって、供給しているお店さんとかたくさんねいらっしゃいますから、まあ、その方々のいろんな技術とかアイデアとかっていうものをいっぱい勉強させていただきたいという機会になっております。お勉強していきましょう。はい、いわゆる一般的に走っている車っていうのじゃないものたち結構多いと思う。そうだろうね。もう北海道とか来るんじゃない、もう本当もう日本の一大祭典ですから、はい、日本に住んでいるのであればもう車好きはいかんとなと。ここにね来れる機会をくださった方がなんているので、その方もね現場にいるということで、この機会を作ってみてありがとうございます。ありがとうございます。その方も会いに行きます。ってことでとりあえず一気に飛びますか。今僕らいるところはさ、沖縄なんだけど、ピッてジャンプすればこうなんかこう打ってやれば、なんと千葉の幕張まで飛べるらしい。沖縄こんな寒いんだ今。では現場の方にレッツゴー。行ってまいりました。全部で3ブロックあったの。あったね。うん、新しい経験ができました。考え方おかしくなっちゃうぐらいカスタムカーがなんか当たり前の世界にいたよね。いた。道走るとそんないないじゃん、そういう車って。確かにいないもんね。びっくりしたね。ちょっとその中でも、うん、今回僕が東京オートサロン2023参戦をお届けしたいなというふうに思います。ということでまず1つ目、やっぱりすごかった。僕意外とね好きなのよハイラックス乗ってるけど、これずっと見てみたかった。強靭さ、走行性能垣間見せてくれた三菱トライトンがおりましたよ。もう釘付けでした僕。すごいのかどうかは私は全然わからないですけど、確かに行列できてた。行列すごかったね。三菱さんブースに入るのに行列できてました、ね、まあ、今回その三菱さんにおいてはデリカミニが販売したっていうのも含めて、うん、結構行列ができやすいっていうのもあったんだけど、うん、デリカも人気だが、日本ではさやっぱピックアップトラックって今現行ハイラックスしか販売されてないけれども、でもそのトライトンがね見れたっていうのは僕はすごく興奮してしまいましたよ。今ない車なの？トライトン。トライトンっていうのは海外でしか販売されてないから。へえ。そうダッカールラリーってそのフランスのさ車のトライアスロンみたいなのがあって、功績を収めてる車なんですよ。でまあ、そんなねトライトンがですよ今回いたので、食い付けになってしまいましたね僕は。すっごいかっこいい。顔とかもすごいタイプだし、全体フォルムもタイプで、なんかすごいマニアックなんだけどさ、まあ、マニアック動画なんでちょっとそれは許してください。オタク動画なんで。ハイラックスってさキャビンとさ
荷台のさ分かれ目さ後ろストンって落ちてんね。落ちてるね。けどトライトンってシュンってこうスラントしてんだよ。へー。そうだから横からの造形美が若干なんかこう流線的さがちょっとねこう切れ目が違うからそこがね僕結構タイプなんですよ。やっぱそのドアの形とかもちょっと違うからこのキャビンのね切れ目そこがね結構ね僕はちょっと注目ポイントだ。でもかっこいいなと思ってたのずっとそれをこう生で見れたらやっぱちょっとなんかグッときちゃいました。いると思わなかったしね。トライトンかっこよかったです。トライトンで参考になったのはタイヤだけですか。でした私は。タイヤだけでした。タイヤかっこよかったでしょ。タイヤかっこよかったよ、うん、すごいごちごちのタイヤいいよね、はい、あれは横浜タイヤのジオランダ、うん、G003 でしたね。暗号始まりましたね、暗号、うん、かっこよかったね G003。 2つ目はトライトンでした。はい、2つ目のところがですね GMG さん。 GMG さんは、愛知県の、カスタムメーカーさんですね、うん、代表のね方もすっごく気さくな方で、そしてすごい詳しい、めちゃめちゃ詳しいし、四駆といったらっていうかもうところだよね。 GMG さんも確実にあんな広いブースでさいろんな車のさカスタムやってて、そしてもちろんハイラックスもいて、タンドラフェイスっていう今回現行のタンドラ新型のタンドラの顔に寄せてくハイラックスのフェイスを作るっていうのをやられているところですね。だからもう結構知ってる方もいらっしゃるんじゃないですか。 GMG さんがやるカスタムは流行るらしいですよ。流行るらしいね。最先端行ってるらしいです。四駆界では王様みたいなんでね。もうやっぱ四駆界で言ったらもうね代表の伊藤さん今回お話しさせていただいたんですけど、ね、すごい気さくでした。よくしていただいて、はい、ございました。ありがとうございます。ブースおしゃれだったもん。おしゃれだった。だからハイラックスいたと思ったらハイラックスの後ろにさトレーラーハウスみたいなの引いてたもんね。内装もねかなり可愛かったですよ。それハイラックスから始まり次はランクル300とかねもうカスタムもあって、その隣には LX がいて、でその一番最後にレバンテがいてっていう感じでね、もういろんなあの SUV をですね日本の SUV からね高級車そのようなのカスタムをして、ホイールからねルーフもそうだしちっちゃなカスタムもそうだし本当に多岐にわたるねあのカスタムをやられてて素晴らしかったです。すごく素敵なブースでしたね。そして3月の11日12日に、うん、GMG さんが主催する、うん、その四駆のお祭りがございます。おー我々も蒸し返したらいいかもしれませんそしてカスタム好きの方は絶対に行った方がいいです。そうだね。パーツがもう選び放題だそうです。愛知県でやるみたいなので調べてみてください、うん、会場でお会いしましょう。はい、会場でお会いしましょう、はい、そして3つ目、うん、アクセルポートさん。お見たことないハイラックスですハイラックス乗ってる身からすると、うん、ハイラックスに目は行くよね。あの完全行っちゃいます。そしてハイラックスしか並んでないブースがありました。3色ね。なんなんですかこれっていうのから始まったら現行ハイラックスです。現行ですかと。現行ハイラックスはこんな顔になると、もう僕ちょっとびっくりしてしまいましたね。もうね、はい、もうとんでもなかったです。何を隠そうもうハイラックスのカスタム専門みたいな感じでめちゃめちゃハイラックスハイラックスハイラックスでしたはい、ハイラックスって何回言ったでしょ。ハイラックス好きはたまらないじゃないですか。もうあれ見たらこんな顔あるのってもうゲボ吐きますよ。あれこの表現よくないねいやすごかった本当に。 かっこいいし全然別物に見えるんだっていう感じだったし、さらにね私がそこで驚いたのはもう何回も開け閉めしてしまったけど足ね、足がしまわれてた格納ステップね。それを初めて見たので、うん、おしゃれだった、スマートだったよ。おしゃれだったねあれ、うん、こう荷台の作りもやっぱり個性がそれぞれあって、キャンプ仕様の荷台からキャノピーで空間作られていたものから、うん、トノカバーが変わった電動式のねトノカバーだったりとか、あと窓ついてたよ。はい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 、リアウィンドウをぽっかえちゃってタコマとか、まあ、いわゆるアメ車とか F150 とかそういうのもついている、その窓がね観音窓がついてた。ついてたね。あ
あれ用途といたしましては、長物の木材とかを積むときに上に行くとさ、電信柱とかにぶつかっちゃうよ。だからその分中にこうシュッて入れられるようになってるんでね。あれ、そう後ろの人の手をつなぐためじゃないんだね。似た人は分からないか。それだったそれだった、それだった、完全にそれだった。荷台にいる人と手をつなぐためでしょ。そうそれだ。そうだからほらね、あのゾンビランドになった時に弾補充ちょっとよこせとかって時に、そこからこう、うん、渡して、おいっつって渡せるように。お、絶対必要じゃん。絶対必要絶対必要だわ絶対必要よ、うん、絶対必要だった、はい、っていうような感じで、はい、僕が思う、今回の東京オートサロン2023の参戦でございました。ありがとうございます。やっぱなんかね、ちょっとあの偏りはもちろんあるとは思うんですけど、東京都サロンといったらやっぱりね、こう結構スーパーカーとかスポーツカーと言われるものだったりとかっていうものもかなりたくさんあったんですけれども、やはり僕らのライフスタイルとか僕らが着眼するものっていうものはやっぱりこうアウトドア仕様、SUV 四駆と言われるものとか、まあ、そういうね系統のやつがやっぱり多いですから、まあ、そんな感じで僕はあの着眼しました。なんかまたちょっとしーちゃんのとちょっと違う着眼がもしかしたらあるかもしれないと思って。どう、私が印象的だったのは、なんかどうしてもちょっとカスタム系はちょっと全然わからないんです、うん、かっこいいなはあるけど、うん、これをつけたいとかそういうの思ったことないから、まあそうか、ちょっとわかんないのよ。わかんないんだけど目がいったのは、うん、ルーフテント、うん、ルーフテント、あんなにいろんなのをいろんな車の上についてるのを初めて見たから、うん、すごい楽しかったね、うん、それと木で内装を作ってある車が可愛かった。はい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 、木でね、うん、木の温かみがあり、収納だったりとかテーブルだったりとか、うん、壁だったりとかも、ね、木でね作られてるものが、ね、展示が何個かあって、はい、それが可愛かったなって思いました。女性ならではの着感だわ。荷台のね、うん、製作にもそうだね、ちょっといいヒントだったんじゃないでしょうかっていう、はい、思います。あ、元よりね、僕らは今日あのそれをね、今回の東京オートサロンの方にお邪魔して一番感じたかったものって、僕らのこの荷台製作においてあのいろんなアイデアをさらにあのお勉強させていただくっていうところが一番強かったので、はい、車、カスタム、デザイン、アイデア、本当に盛りだくさんだった。盛りだくさんでしたね。はい、めちゃめちゃ勉強になったんじゃないかなというふうに思います。それを踏まえて、はい、さらに活かしていきたいなというふうに思いますし、最後お伝えしたいなと思うんですけど、はい、あのこの前ね、それこそクラウドファンディング終わったんですけど、うん、そちらのねクラウドファンディングでどんなことをしていこうかっていうのがですね、あのページを、下の方の概要欄の方に貼っておくので、よかったらね、あの今後僕らがどんなことをしていくのかっていうのをですね、あの今活動報告とかもしてますから、ページにね行って活動報告っていうボタンがあるので、そこ見ていただくとどんなことやってるのかとかっていうのを見ていただけますか。どんな目論見でねこのプロジェクトが進んでいくのかっていうのを、ね、皆さん知っていただけますか。また YouTube とはまた別のね新しい着眼を見ていただけるんじゃないかな、ぜひぜひ概要欄の方チェックよろしくお願いします。そして最後になりましたが、はい、この動画いいなと思った方は高評価、僕らのチャンネル、さらに応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また次回動画で会いましょう。ではまた。ベース。